ハンバーガー食べました。8時ではあるんすね、一応。いやいや、朝こそカロリー高いもん食べる時間でしょ、だって。じゃあ夜は、じゃあ抑えめにしてんだ。まあそんなこともない。あ、そうだ、カルビさんに話したい話あったんだよ。俺の姪っ子がさ、カルビさんの切り抜きにたどり着いちゃってさ、カルビちゃんって本当にデブなのって。そういうのも会うたんびに聞かれんの。何歳？今6歳かな。6歳の子がカルビちゃんってデブなのとか言うの？なんかデブだよっていうのも違うかなと思って、知らんぷりしてるんだけど。知らんぷりできんのそれ。でもママはハンバーガー何個食べれるって聞くと、まあ1個だよねって言うんだよ。てか6歳の子に認知されてんの、ウケる。いや結構ね、うん、見てる子は見てるよ、やっぱり。最近ね、私ね、子供向けもしかしたらいいのかもしれないって思ってんだよね。まあそうだね、俺がお母さんだったらこんな風にならないようにねって、まあ反面教師にするもんね。嫌でしょ、ハンバーグ3つも食べれるようになっちゃって。いい、いいことじゃん。いや、あ、そうだよ、ペッパーさんの子も好きなんでしょ、うん、カルビさん。え、そうなの。いや、だからそれでなんか私もしかして子供に受けいいってなって。まあ、お尻かじり虫みたいな。え、違う、お尻かじり虫も人気だもん、ね、違う、私ペッパーさんに聞いたの。ペッパーさんが言ってたんだけど、多分娘からしたらカルビさんはプリキュアみたいな存在だって言ってた。あ、俺アンパンマンだって言ってたよ。アンパンマンとかと同じくらいって。で、俺も聞いたの。なんか、まあ、男の子で言う仮面ライダーとかみたいな感じって言ったら、うん、アンパンマンみたいな感じって言ってた。え、でもヒーローってことだよ。子供からするアンパンマンはアイドル、ヒーロー。で、これ、なんかこれ、ゲージが出てます。なにこれ、やめてね。もう、初手30秒で絶望させるのやめてね。これなんかさ、私チート使ってる人みたいになってる。え、これ何これ。これさ、これ何？うん？え、なんかウォールハックみたいになってない？何を言ってんだ？え、私もしかして付与された？え、ちょ、リスナー判定して、付与されてる可能性がある。え、私付与された？姫が。あ、アップデ、あ、アップデで付与されたらしい。意味わかんねえ、全員。そう、全員付与されたの？全員付与されたらしい、この機能。あ、仕様ね。うん、そうそうそう、仕様。カルビ姫はチート使ってちょうどいいって言われてんぞ。どういうこと？でも9ないですよ。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、よろしくお願いします。お待ちしておりました。カルビさんが IGL してくれるんで。待って、めっちゃ楽しみ。やめてやめて。ボスさんって最高ランクいくつなの？私 D4 かな。あ、え、同じじゃん。やめろよ、あのハイドダイヤのあれと同じにすんのやめてな。ハイドダイヤ、ハイドダイヤと待って、ダイヤのランクでハイドすることは。いや、そうなのよ、私ね。おい、言われてんぞ。違う、何、どういう意味それって。違う違う、やっぱなんかプレマスの人とかがさ、なんかやるムーブだと思って、だってだからもうかっこいいなと思って。それしないと、だってダイヤいけない、しないと。オレゴン香港サーバーハイドダイヤね。そう。おい、笑われてんぞ。おい。待って、ガチでかっこいい。ね、バカにしてるでしょ。誰もやってない、誰もやってないよ。バカにしてんじゃん。してない、してない、してない。本当にかっこいいと思う。確かに誰もやってないと思うよ。うん、そうだよね。未踏の地。あ、消えた？あ。ま、全部持ってくな。ゲード。それだけ早いな。行くぞ、行くぞ。オッケー。あー、全然見えないや。割れました。あと、こう、あ、え、死んだ。ナイス、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 強い、ナイス、リーダー、任せてください。全部一人でやったみたいな言い方が早いんだよ、挟んのが。リーダーに任せてください。やばい、どうした、どうしました。チームメンバーに異常。大丈夫ですか。リーダー、はい、どうです、敵が。はい、どう、了解。どこにいるんですか、どこですか、外ですか。ボキの目の前。ボキの目の前。ボキの目の前。1回リーダー1回割れてます。リーダー
リーダー回復してます今。あー、なんかまたまた来た。え、やばい、なんでこんないいの。やばいやばい、これえぐいえぐいえぐい、言いすぎてる。いや、でもアジャサーならいける。ハイドレディアントだっけ確か。おいおい、正々堂々言ってるわこっちは。やっぱりハイドレディアントやばい。いける。え、まだいるまだいるまだいる。ハキンボだ。おい、箱になれよ早く。ホラゲーやんないの。うん、やんない。命が削れる。命が無駄。そんなことで寿命1年とか減らしたくない。確かに人間のあれ、一生になるなんか鼓動の回数って決まってるらしいから。あー、実際それ合ってるんだ。だからその無駄遣い したらあんま良くない、ね、私は鼓動、ずっと長生きしたんやタイプだから、早死にしたいって言ってる人信じられないんだよね。なんか60までに死にたいとか言ってる人結構いるじゃん。マジで信じられない。40、50でいいわ俺も。本当に信じられん。歩けなくなったらもういいかな。150歳まで生きたい。新人類やばすぎる。え、だってさ、カルビさんは肝心なこと忘れてるかもしれないけど、カルビさん150歳ってお母さんいないからね、うん、確かにそれ悲しくない。あ、え、なんか泣きそうになって、やばい、カルビさん お母さんがいない話すると、そう、お母さんが亡くなるって話するとジンマシンが出てきちゃうんだよ。めっちゃいい子やん。あー、いや、私本当にね、お母さんに依存してんだよね。だから本当にでもやばいよ、多分急にいなくなったら。だから、あのメンヘラ彼女の気持ちみたいの分かってあげられると思うんだよね多分。そう、なんか同じ感じだと思う実際。え、もうお母さん大好きとかじゃなくて本当に依存とかそのレベルなんだ。ああ、もうお母さんが いれば結婚 しなくていい。ほーって思うぐらい。そうなんだ。そう、でも親ってものはいつかいなくなりますからね。やめてください。心配させたまま死んでほしくないでしょ。でもこの子私がいなくて大丈夫なのかなって思われたまま。でも私がいなくて大丈夫なのかなって思ってれば思ってるほど女って長生きすんだよ。へ、そうなんだ。スピリチュアルだね。そうなんですね。大丈夫カルビさん元気。大丈夫、なんかいろ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 思い詰めて考えたりしてない。ごめんねごめんね、お母さんの悲しい話とか。ちょっとごめん、うん、厳しい話しちゃったかも。ごめんごめん。ごめんごめんごめん。大丈夫だよ。口数少なくなる。ね。ああ、そっか。ママっていつかいなくなるんかって、なんか考え始めてんじゃねえかなと思って、今、心配になっちゃった。まあでも、そりゃ考えることはあるよね。でも逆にさ、お母さんの立場からしたら、多分、その、美さんが長生きしてくれる方が嬉しいんじゃないやっぱ。ああ。お母さんの方が長生きしてたりしてね。150歳まで行きたいなーって100歳になったら、お母さん。その時どうなってんの。120、30歳で。ね。150もさ、200もなんかあんま変わらんくね、もうそこまで行ったら。ね、マジか。もう、逆に心配なんじゃねえ。こいつ死だねんじゃねえかなって。こいつこのまま生き続けるんじゃないかって、多分思われるよ。俺ら、なんか、ウルト使うわっていう報告、聞いたことないわ。あ、聞いたことない。誰が？いや、全員が？うん。うん、言ってないもんだって。うん？え？私は一回言った。俺も言ったかな？また、何がおもろいの？いや、もうさ、なんかおかし、私たちからしたらさ、今テンションがさ、深夜なんだよね。なんかね、いや深夜なの。私たちからしたら深夜。私勝ちたかったらしいからな。笑い。やめて。いやね、それやめて。私勝ちやな。そうやな。鳥みたいなやつやめてそれ。言ってるけど。
るうっさいやめてもうテンションがおかしくなっちゃってるよ、うん、ほんまにおかしいで君らほんまに今日楽しいねねえまあおもれバカみたいバカみたいだよわかめいやなんかチャンピオン取れそうな気がするあんまねそういうことやんない方がいいかもそうかあんまり調子に乗らないことよほら、うん、デジュランぞデジュじゃないわよ汁取るわよ汁取るわよ取ったわよ汁取るわよエロすぎるだろ別にそれ言うダメだよブッサンいやあんたが言うからよどう考えても頭がやばいビッサンの違いますわよあ詰めてる詰めてる詰めてる来てる来てるどこ下のやつがってるのああ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 あハリー頑張れ。やばいやばいもうしら。いやナイスにナイスにナイスによ。いやナイスに。惜しかったね。いやすごい。うん、いやチャンピオンかてか。うん。確かに普通にチャンピオン。この画面もう見れたらチャンピオンっすよ。いやーよかった。よかった最後取れてめっちゃ綺麗や。いや本当によかった。じゃあ終わりますか。終わりますか。そうですね。ありがとうございます。またやろう。ありがとうございました。はい、ほな、失礼します。はい、失礼します。またやりましょう。はい、またやろう。ありがとう。またねー。はーい。ぶっさん、ほんとに。ぶっさん、ほんとに。やだ、面白すぎて。あ、じゃあもう。いや、疲れた。ってことで、お疲れみ。じゃあなー。また今日の夜、おやすみー。